はい、こんにちは。親の力です。ハーバード大学のですね、ローゼンタールという心理学者、えー。その有名な実験があります。その実験とはですね、次のようなものです。まず、ローレンタールはですね、子供たちに知能テストを実施したんですね。そして、先生たちに これから学力が伸びる可能性のある子はこの子この子この子ですよっていうことでね名前を教えましたしかしそれらの子供はですねその知能テストの結果とは全く無関係に適当に選んだ名前だったんですねでそのことは先生には告げられなかったですねそしてその1年後どうなったかって言いますとですね 名前を挙げられた子どもたちは他の子どもたちに比べてね明らかに学力の向上が見られたということなんですね。ええ,えつまりですね何を意味するかって言いますとこの,こ,この子は伸びると先生に思われた子は実際に伸びたというのがこの実験の結論なんですね。 そして、えー、その効果のことをねピグマリオンン効効果果ととかロゼタルいいう,ふうに、えー、言われています逆にねこの子はダメだなと思われていると実際ダメになっていく可能性が高いというわけでこれをですねゴーレム効果と言いますこのピグマリオンとかゴーレムっていうのはですねあのー、確か神話かなんかでね、えー、使われる名前出てきた名前だと思うんですけどね。 でですすからですね、子供を伸ばしたいと思ったらまず我が子をですね肯定的に見ることが大切だという結論になったんですね。まあ、とはいえですねそんなこと言われてもねこれがなかなか難しいというのが大半の親御さんたちのねまあ偽らざる正直な心境だと思うわけですね。なかなかね現実に目の前にいる子を見ているとですね まあ、なかなか肯定的に見ることができないというのがね、えー、多くの親御さんの、まあ、偽らざる本音だと思うんですよね。で、そういう方のためにね、いくつかの方法をね、提案したいと思うわけです。一つ目はですね、リフレーミングということですね。別名、私は短所言い換え法とか言ってますけどね、リフレーミングというのはですね、いつも見ているフレーム、枠組み、これをですね、 ちょっと RE ですね、ちょっと変えてみる。別の枠組みで別の角度からあ見てみるということなんですね。例えばこの子は何でこんなにマイペースなんだろうと思ってしまう時ありますよね。まあそういう時はですね、えー、別の角度からねこの子は他人に惑わされず自分のペースで進める子なんだというふうにね心の中でこう言い換えてみる。 わけですねあるいはね帰ってくるとカバンを放り投げてすぐ遊びに行っちゃう困ったものだと思ってしまうことあると思うんですけど、まあ、それで終わらずね「なんて子供らしい元気な子なんだろう」というふうに別の枠組みからね、えー、見て言い換えてみるってわけですね。で2つ目の方法はですね一歩下がるう一歩下がりの方法って私言ってるんですけどね一歩下がるわけです。 この子は何の取りもないなと思ってしまう時あると思うんですけど、でもちょっと一歩下がってみてね。そうは言っても元気で生活してくれていることだけでもね、嬉しいことだというふうにこう考え直してみるわけですね。勉強ができないと思うかもしれませんけど、一歩下がってみると字は書けるわけですね。本も一応読めるわけですよ、ねで。勝手に一歩進んだ分をね、えー、親が進んじゃうわけですね。親の願いイコール欲によってね。あの、一歩戻って、 ありのままを評価するってことですねで3つ目はね「多面的評価」「多面評価」ですね。勉強が嫌いでしょうがないという子どもいますけどねだけど友達はいっぱいいるだから人間関係づくりは上手なのかなと別の面にね、えー、光を当てるんです別の面を評価するね多面的に人間を見るってことですね積極性がなくて大人しくてててとしし困ると思ってしまう時はね。 だけど、自分がやるべきことはきちんとできる。そういう面をね、評価してみる。ということですね。これが多面評価。多面的評価ですね。なんでこんなに運動が苦手なんだろうなと。ね。かけっこでいつも、まあね、ビリだということもあるかもしれませんけどね。でもね、別の面を見てみれば、心が優しい。ね。それが一番じゃないか。というふうに考え直してみるというわけですね。 まあこういうふうにね心がけているだけでね随分親の見る目っていうのは違ってくる,くるはずなんですよねこの3つねもう一回言いますぜひね頭に入れておいてくださいね1番ねリフレーミング短所言い換え法とも言いますで2番ね一歩下がり、ね、一歩下がってみるということですねで3番目ね多面評価、ね、いろんな多面的な評価をしてあげるということですね この3つをね、概要欄にも書いておきますのでね。まあ、あるいはですね、この動画を繰り返し見ていただければ一番いいと思うんですけどね。ぜひね、えー、日頃から心がけて、えー、肯定的に子供を見るようにしてほしいなというふうに思うわけです。